皆さんあけましておめでとうございます本年もどうぞよろしくお願いいたします、えー、新春一発目ちょっと不動産についてコメントをさせていただきたいと思っております、えー、昨年12月20日に日銀が新しい方針を発表いたしましてずっと十年国債の利回りが下がってマイナス0.3ぐらいもう一回マイナス0.3ぐらいまで行った後 上がってきて0.25を上限にしてたイールドカーブコントロールって言われますよねイールドリ回りカーブ曲線リ回り曲線をコントロールするとまあそういう考え方なんですがそれが0.5を上限にするっていうことで一気にブンと上がってきましたよねはいでこれが12月の20日だったんですが おそらく黒田さんが退任する前に3月にここに書きましたようにですねイールドカーブコントロールを撤廃したり今0.50.75に引き上げたりさらにマイナス金利を終わらせるっていう方向へ向かっていくと考えられます。3月ににに全部一斉にやるかかどうかは別にして 新しい日本銀行の総裁の方を中心にまあ物価も上がってきてるし金利つけないといけないかなという議論が出て今年、まあ、そういう方向へ向かっていくんじゃないかと思いますねそうすると、えー、住宅金利お,借りお金を借りる側の金利がねどん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 と上がっていくまあ預ける金利ももちろんちょっと上がっていくとは思いますけど。 お金を借りる側にとってはですねなかなか厳しい状況に向かっていくと考えられます。でそれに一番影響を受ける投資先は不動産なわけですね、はい、これは J リート東証リート指数の過去の20年ぐらいの動きなんですが J リートが発足した後すんごい上がって大暴落して大底一回。 2回3回上がって1回2回下がるエリオット波動通りだとすると1138を下回るところまでこの指数自体は下がると私は前から言っております。で山がどんどん低くなってきまして今1845とえー、去年もね1900台後半とか2000ポイント台で 手放した方がいいですよ手放した方がいいですよって言い続けておりましたが私はこのを下回ると考えていますただ、えー、前回このコロナショックの時もここをピンポイントで買うっていうのは非常に難しいので1250って決めて利回りだと6%ぐらいの利回りが得られる水準ですからそれを下回ったらもう 段階的に何回かに分けて J.D. と東証リート指数に連動するまあ E.T.F. とか投資信託をお買いになられるといいんじゃないかなというふうに考えております。まあこれはね金融商品なんですが、えー、皆様が不動産を売却しようかなと売ろうかどうかなと迷っているようなものがもしあればですねぜひ早めに。 売却されることをお勧めしたいと思います残念ながら日本の金利はこれから結構上がっていくんじゃないかなと考えておりますあの2時間の本編でも様々なことについてコメントをしておりますので一度あご覧になっていただけるとね、よろしいんじゃないでしょうか、えー、本年もご視聴のほどどうぞよろしくお願いいたします